アドマイヤジャパンとは、日本の競争馬である。父は当時リーディングサイヤーの地位を占め続けていた、サンデーサイレンス。母は1995年の阪神3歳、ヒンバステークスカチウマのビワハイジという両決馬。DEK 成杯を勝利し、2005年のボバクラシック三冠競争では、ディープインパクトに、無敗での三冠達成を許したものの、サツキ賞3着、キッカ賞2着と、 放送し、同馬のライバルの一頭として活躍した。馬名の由来は、冠名日本である。2004年12月5日の新馬戦でデビュー。一番人気に応えて勝ち上がり、2戦目で重賞に挑戦。格上挑戦ながらも3番人気に支持され、バーミリアンの3着に入る。年明けの2005年1月16日の形成敗に出走。後のサツ賞2着は、 シックスセンスを退溶け、重賞初勝利。続く、弥生賞で、ディープインパクトと、初めて対決。同馬から、首差の2着に検討する。サツキ賞では3番人気に支持され、ディープインパクトから3馬進反差の3着であった。東京優秀、神戸新聞杯では10着、5着と制裁を書き、菊花賞に出走した時には6番人気と評価を、落としての出走となる。 しかし、直線早め、先頭から粘り込んで2着と検討し、上がり3ハロン33.3秒の末足を発揮したディープインパクトには交わされたものの、3着馬、ローゼンクロイツには4馬審査をつけた。続く、ジャパンカップでは、キッカ賞での構想から4番人気に支持されるも見せ場なく11着に終わった。その後、翌2006年、 大阪杯で2番人気で9着に敗れた後、天皇賞に向けて調整されていたが、屈腱炎を発症。9月に引退が決まった。2007年に、北海道猿群日高町のブリーダーズスタリオンステーションで、種ボバ入り。サンクは2010年にデビューし、7月3日のメイクデビュー福島で、アポロジェニーが3区による JRA 初勝利を挙げた。2013年9月、 優秀スタリオンステーションへ移動した。2019年に引退名馬つなぎ洋展示事業の女性対象馬となり、主ュ馬を引退した。2019年7月1日、ベルサイユファームにて予定を送ることになった。2020年夏、ベルサイユファームにて、元騎手の藤田真二が本馬に引退後初起乗し、落馬寸前に暴れ回り、元気な姿を見せた。ありがとうございます。